さあ、お聞きのアプリを、うんこ、見たせていただきました。どうですか、答えてもわかった。なんで、カラオケのカラオケの、さすが男の家族をやって、で、最近に開けてきてもよ、何とかになるって。マーケティングですか、マーケティング。腹でっかくなってくるよ、うん、なんだ腹でっかくなってと思ってよ、どこそこで行ったことないんだけど、うん、せっかく行ったことないんだけど、だって本当に評価してるんだ、うん、お子様まで、うん、気候の層が外れてるから、うん、そうだよ、ね、だってあるんだよ、うん、でかいね、そうです、なんかねえよ、妊娠の性格的に言ってるのに、ずっとことばっかりで、妊娠の性格いいとこですね。飯田西国際。
遠くて飯田に誕生日の時だ。生まれたんですよ。子供だった俺の誕生日の時。